羊は中国三国時代の呉の武将、政治家、字は不明、慶州南洋軍の人、羊とも呼ばれる、弁論の才能を持ち、人物眼にも優れた。225年、食官の死者の日が来訪した時、呉川で論争を挑んだ人物の一人として名を挙げた。229年に孫党が皇太子になると、その品格になった。 翌年、二十歳で大使中小子に昇進した。義の陰主ゲルという人物が基準してくると、主四所や各広氏など多くの人物が彼を称賛したが、羊は彼と付き合おうとしなかった。やがてインシ主ゲルが官庁であったことが判明した。古相が、孫涛の命を受けて大使の族官たちについて報告したとき、その中で、諸葛勤務、古丹、社刑、 半誠の四人を大変称賛した。しかし、羊は、子僧の見解に反論して、元孫は、才能があるくせに、そそっかしい。小目は、頭がいいが、残忍だ。宿発は、弁は、立つが、上ついている。高吉は、深い道理がわかりますが、度量が小さいと言い、この四名を過大評価したものとみなした。このため、諸葛津と村に礼遇された。 その後、庶民出身のリコーラの人材を見出して、孫権に推挙した。239年、高孫園が、義の芝居の攻撃を受けると、孫権に援軍を求める使者を派遣した。呉の人々は皆その使者を切ろうとしたが、一人羊だけは援軍を送り、義を攻撃するよう提案した。孫権は羊の意見を聞き入れた。羊は低下部と、孫井と共に援軍として、両党に派遣され、 義の将の長持ちや功料を破って、その男女を捕虜として帰国した。後に司教大衆に昇進した。242年、東兼に手紙を送り、南海大衆の勝利巻を高く評価し功績を称えた。孫権は、息子と大臣たちとの往来を禁止した後、羊がそのことについて進言した。後に羊は、慶応大衆に転出し、在官のまま死去した。 三国志職書秘伝、常用記、三国志二書高尊度伝、廃中書院、関心春秋。三国志五色列主伝。三国志五書、勝利巻伝。三国志五書尊東伝。ありがとうございます。